ああ、ある中か。ああ、だだ。それはあったかもしんねえな。うーん。まあでも、ベロベロにはならねえんだろう。ちょろっちょろっと飲んでるんじゃねえのかな。でまあ、職員室でも多分、みんなわかってるけど言わねえんだよな、多分な。他の先生も。 ああ授業さえきちっと進めてくれてりゃもういいかな、みたいな。暗黙の了解じゃねえけど。うん。今じゃ大問題だぜよ。あ,あでも意外とそういう選考は、あの、授業準備だけはやきちっとやってんだよ。うん。だから、 あの授業の遅れはないんだよな絶対にうんだからもう事前準備だけしときゃお前らこれでって言ってピッピッってやってあのてめえはちっと酒入ってた方がいいよみたいだからうんああ用務員か 見たことねえな。用務員、うん。意外と生徒から評判良かった。だから、あの。来やすいのよ。もうだから、自分がもうちょっと酒入っちゃってんじゃん。もう。人当たりいいのよ。もうトークとかもうさ。うううううう。 あの,固くないの「お前ら」「うん」もうそういうのないの「うん分かった分かったじゃあ明日持ってくりゃいいよ」とかもうそんな感じほんとで教科書を忘れようが何しようがあ宿題忘れようが何しようが「あいいよ、まよ明日持ってくりゃいいから」とか ほんとそんな感じ。だから生徒からの評判は絶対悪いのは上がんないんだよ。基本。だから、まあ、校長も教頭も、その教員を首はなかなか切れねえよな。一切評判悪いのは上がんねえんだから。 今では大変なんだよ。うん、起きたちょっと待て、それ待てよ、お前のコメント。そうそう、変な教師に限って、うなちゃんと同じで、変に生徒に受けがいいんだよ。バカ野郎。受けは、俺は別によくないよ、全然。 ねうんな多少人当たりはいいかもしんねえけどなんかこき、うん、下ろされてもよ笑ってなんかあんまあ、しゃあねえなとか思うけど例えば養分あたりによちょっかいかけられてもうるせえなと思いながらも「ああ 笑って対応はできるけどで俺だと怒る時は怒るよ理不尽なこと言われりゃ変な教師って思い出に残ってるあうんそうなんだ俺ね中学1年の時に1年2年 あのね、中学、俺の中学だけかな。1年と2年はクラス替えがないのよ。で、3年の時にクラス替えがあるんだけど、この1年2年で、俺の担任になった、あの、先生が、なんとなんと、今和の清志郎のせん、あの、親戚だった。うん。 立川の中学だろで関谷って言うんだけどこいつがなんだか知んないけど俺のことを気に入ってくれてこそっと俺だけに言ったの言うなよって「お前知ってるだろ」って俺あのオークマンとかかけて言ってたからなあお前何の音楽聴いてんだって言われて。 いや、いろいろって。うん。アナーキーとか、あんなのばっかり聞いてたけど。俺のおめえ、親戚おめえあれだぞって、RC だぞって言われて。はとか言って。にゃっと笑いやがってよ。言うなよ。わかったたまらん坂とか、あの辺は国立ちにあるんだけど、 歌詞に出てくるじゃん。うん。で、お前は信じてねえなって言って、俺にサインとか <laughs>、こさっと店に来たからな、うん。うん。英語の教師だったけどな。あのね、僕の好きなおじさんって、あれは、 美術教師の名前にしてるけど、本当は、俺の中では、あんたの歌だろって言ったことある。英語教師だったけど。なるほどね。おじさんなんだよ。違うのって言ったら、さあ、って。ストウェアあったけど。う、は、ん、あ。 あの歌は、そっちのことじゃねえのタバコを吸いながらいつも不機嫌そうな顔してって。ああ、ブシマン、これはガチな話だからね。うん、別にめくるんだったらいくらでもめくってもらっていいよ。うん。 ブッシュマンにはこういう思い出回らしがない、寂しい学生生活だったのね。うん。そうなんだよ。立川さん中の関谷っていう英語教師が、俺の1年から2年までは担当したんだよ。 ブッシュマン君は何かあるかなそういう何か人に話せる面白話がうんあとは俺はあのシニアリーグやってたじゃんリトルシニアをであの立川さんちの体育教員が 日体大の、まあ、陸上やってて、で、俺を、お前、そこそこ足早いんだから、って打ちこいや。ってお前、焼き合ってんだろって言われて、俺、最初やだったんだよ。めんどくさいなと思って。もう、土日だけでもう、いいやと思ってたから、断ったんだけど、 俺がなーって大学時代に履いてたスパイクを前にくれてやるからアシックスだったんだよその時陸上部入れって言われてそれで陸上部に入ったのうん。 だから国立競技場でも俺を走らせてくれたんだよなうん当時な中学の時な多分それだコード俺の担任だよああそれ ああ俺はそれは知らなかったけど今ハマったろ俺は別に嘘を言ってるわけじゃねえからああ多分そうだと思ううん。 関やっていう名字はほら違うよ。なまあ、今の清志の本名は俺は知らねえけど。うん。まあ、親戚だから名字は変わってるかもしんねえけど。うん、でその先行も国立に住んでたからな。 多分そそのおじさんがまあ英語教師って言わねえで歌詞で美術教師にしたんじゃねえのだいぶかかわがってたらしいようんうんああそうそっか そっから俺は RC サクセッションも聞くようになったかなうんいまだ,だに RC は俺聞いてるけどねなんかうん中井戸とかあの辺も ちょっとな、清志郎もあ早死にしすぎたなというような感じうんあと10年ぐらいは生きてもよかったんじゃないかなと思うけどうん あれほら坂本龍一とかでもコラボったりとかもうんしてたしねそうかあサブちゃんおはよううんまあ俺は中学時代に知っただけの話でさそっからはしばらくはうんあいさん いいらっしゃいうなちゃんは長生きしてくださいねどうかなああ殺し合いらっしゃいいつもありがとううっすそうよだからなんだろうなうん まあ、うん途中俺ほらあの5年半ぐらいあの世間を離れてたからさみんなの感覚とはずれがあるからだから逆に言えばみんながおし教えて。